はい、皆さんこんにちは、翔です。で、今日が12月の21日、今がだいたい19時ぐらいなんですけど、今回のイギリスのコロナウイルスのニュース、ロックダウンの件を受けまして、現状ですね、欧州の株式市場が急落してるんですよ。それに伴って市場の不安心理を表すVIX指数、これも急騰してきていますので、ここの具体的な分析と解説、今日はしていきたいと思っています。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP 獲得しています。で、このチャンネルは今年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、米国株の情報、そういったものを皆さんにシェアしていきたいと思っていますので、もしまだ僕のチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずはいつも通りですね、まずはマーケットの状況から見ていくんですけど、 S&P500 3709 0.35% 下落、ナスダック 12755 0.07% 下落、ニューヨークダウン31,790 0.41% 下落、 VIX 25.39 17.71% 上昇、イギリス 6,416 1.73% 下落、 DAX 13,271 2.63% 下落、日経平均 26,714 円 0.18% 下落、ユーロストック3452 2.64% 下落という形になっています。で、これを見てもらったら分かる通り、現状ですね、欧州の株が全面的に安くなっていまして、ユーロストック50に関しては現状ですね 2.7% 相当急落していますし、ドイツダックスに関しても同じぐらいですね、今値を下げているんですよ。で、震源地のイギリス、ここに関しては現状ですね、株価が 1.7% 下落していまして、これを見てもらったら分かる通り、今回のですね、コロナウイルスの変異体、それの発生に伴うイギリスのロックダウンの影響ですね、それが欧州の株式市場に今影響を与えているんですけど、さらに注目していただきたいのがアメリカのVIX指数、市場の不安心理を表す恐怖指数が現状ですね 17.71% も急騰してるんですよ、現状で。以前から皆さんにお伝えしている通り、このVIX指数ですね、急騰する段階で株価急落する可能性非常に高くなりますから、ここがですね、今後どういった風に動いてくるかどうか、そこに関しては注目しなければいけないんですけど、で、今回の株価急落の原因、それに関してはもう皆さんご存知だと思うんですけど、イギリスの方でコロナウイルスの変異体、それが検出されて、その感染率が従来のものと比べて 70% 以上強いみたいなんですよね。それに伴ってイギリスの方は今現状ロックダウンに踏み切っていまして、首都のロンドンであったりとか、イギリスの南東部ですね、そこあたりが今ロックダウンという状態になりつつある。まあ、それが影響してるんですけど、これに伴って周辺諸外国はイギリスからの入国、それを制限するっていうふうに発表していますから、今後ですね、このコロナウイルスの変異体の拡散ですね、感染拡大っていうものをどれだけですね、抑えることができるかどうか、それによってマーケットはまた上下してくると思うので、ここの動向に関しては今後ですね、注目しておかなければいけないんですけど、じゃあ問題の株式市場、これが現状どういった状態なのかっていうのを、今からですね、具体的にテクニカル分析していこうと思うんですけど、もしこれから話すテクニカル分析の使い方、あまりよくわからないっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、そちらを後ほど見ておいていただければと思います。じゃあまず最初にですね、ニューヨークダウン先物、ここから見ていくんですけど、現状下の MACD に関しては青のラインがオレンジライン、これ上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを形成していますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状日足の下の方に点灯していますので、ここに関しては下落トレンドを形成しているんですよ。さらに現状の日足の位置、ここに関しては現状ですね、ニューヨークダウン先物が260ドル相当今下落しているので、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを下回ってきているんですよ。で、このまんまさらにですね、下落が続いて、下のパラボリック、このドットチャートと交わって下落トレンド入りしてくると、さらにですね、下落圧力強まる可能性が考えられますから、ここに関しては注意しておいていただきたいと思うんですよね。さらに注目していただきたいのが、ニューヨークダウの1時間足、ここになるんですけど、現状ですね、日足の上の抵抗ライン、ここに関しては切り上がってるのに、下の MACD に関しては、上の抵抗ラインが切り下がってるんですよ。で、こういった風にですね、上値の抵抗ライン同士でハの字を形成すると、将来的に急落する可能性が高いっていう MACD のダイバージェンス効果、特殊チャートパターンが現状現れていますから、もし今後ですね、今回の件でさらに下げてくると、株価の方はもしかしたら大きく値を下げてくる可能性、それも考えられますので、ここに関しては皆さん注意しておいていただきたいんですよね。さらにここで注目していただきたいのが VIX 指数、市場の不安心理を表す恐怖指数、ここの値動きになるんですけど、ここに関してはまたですね、急騰してきていまして、今だいたいですね、26.7 を超えてきてるんですよね。で、このVIX指数が急騰するっていうことは、市場の不安心理が高まってきてるっていうことを意味しますので、市場の変動率、ボラがですね、非常に高くなってしまうんですよ。なので今後VIX指数、さらに急騰してくると、株価が急落してくる可能性、それが高まりますので、ここの動向に関しては皆さんですね、注意しておいていただきたいと思うんですよね。
特に下の MACD 見ていただくと、現状ですね、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成していますし、さらに今回このVIX急騰したことによって、このパラボリック、ドットチャートも日足の下の方に点灯しましたから、ここに関しても上昇トレンドを現状形成してるんですよ。で、以前から皆さんにお伝えしていることなんですけど、この MACD であったりパラボリック、これが上昇トレンド入りした時っていうのは、最大限の注意を払う必要がありまして、それがですね、過去のチャートパターンを見てもらったら分かりやすいんですけど、例えばですね、今年の3月、コロナショックが起きた時であったりとか、アメリカの大統領選前ですね、だいたいここあたりで MACD とパラボリック、上昇トレンドを形成したんですけど、その時にですね、ニューヨークダウ、どういった値動きをしてたのかっていうと、だいたいですね、ここあたりを天井にして、株価はですね、急落してるんですよ。なので、このVIX指数の MACD とパラボリック、これが上昇トレンドを形成した時に、どれだけですね、注意をしなければいけないのかっていうところ、それはこのチャートを見てもらっても明らかなので、今回のこの急騰に関しては皆さんですね、注意しておいていただきたいなというふうに思うんですよね。じゃあ次に欧州の代表的な指数であるユーロストック50、ここの値動きを見ていくんですけど、現状ですね、ユーロストックに関しても 3% 近く急落していまして、下の MACD を見てもらうと、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでいますし、さらに今回急落したことによって、このパラボリック、ドットチャートも日足の上の方に点灯していますから、ここに関しても今回下落トレンドを形成しているんですよ。さらにボリンジャーバンド、ここを見てもらうと現状ですね、ボリンジャーバンドのバンド幅、この上の青のラインと下の青のラインの間隔ですね、これが今非常に狭いので、これがですね、今回の急落を受けてこのバンド幅が急拡大してくると、もしかしたらですね、バンド奥、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを取ってくる可能性が考えられますので、ここの動向に関しても今後ですね、注意しておいていただきたいと思うんですよね。さらに現状、欧州の株式市場全体的に急落している関係で、欧州のVIX指数、ここも急騰していまして、現状 20% 弱相当上がってるんですよ。それはこれを見てもらってもわかると思うんですけど、なのでさっきのアメリカのVIX以上にこちらの方は急騰していますから、どれだけですね、今欧州市場のボラ変動率が高いのかっていうのは、これを見てもらってもわかると思うんですよ。なのでここの動向に関しても皆さんしっかりと把握しておいていただきたいと思います。さらにですね、今回の欧州の株式市場の急落、これを受けまして債券市場の方でも大きく動いてきてるんですけど、これを見てもらったら分かる通り、アメリカの10年もの国債の利回り、ここに関しては 4.4% 相当今下落していますし、イギリスの10年もの国債の利回り、ここに関しては 26.25% 下落してるんですよ。さらにドイツだったら 7% 下がってるし、フランスだったら 11% 相当下がっている。スペインに関しては現状ですね、56.4% も急落してるんですよ。つまり債券の利回りが低下してきてるっていうことは、国債がですね、現状買われてるっていうことになりますので、株を売って債券を買う、リスクオフ、それが進んでるっていうことが、これを見てもらってもわかると思うんですよね。なので債券の利回りの低下、これがいつの段階で止まるのかどうか、そこに関しても見ておかなければいけないんですけど、じゃあアメリカの10年もの国債の利回り、これが現状どういったチャートを形成しているのかっていうと、まず下の MACD 見てもらいますと、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを形成していますし、今回ですね、この債券の利回り、今 4.6% 相当下がってるんですけど、この青のラインに関しては現状ですね、切り下がってきてるんですよ。なのでこの傾向が今後続くかどうか、それに関しては見ておかなければいけないですし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては現状ですね、日足の下の方に推移していますから上昇トレンド、それをまだ継続してるんですけど、ただ今回下げてきたことによって、このパラボリックと日足の距離、これがだいぶ近くなってきてるんですよね。なのでもしですね、今後さらに利回りが低下してくると、ここに関しても下落トレンド入りしてくる可能性が高いので、ここに関しては注意しておかなければいけないですし、さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の上限のライン、この緑のラインを上回っていますから、ここに関しては上昇トレンド、それを形成してるんですけど、ただもしですね、このパラボリック、下落トレンド入りしてくると、おそらくですね、この一目の上限のラインですね、緑のラインを試しに来ると思いますから、ここをですね、さらに下回ってくるかどうかっていうところには、皆さんですね、注目してもらってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、さらにですね、注目していただきたいのが、アメリカの2年もの国債の利回り、ここになるんですけど、ここがですね、現状 13%、4% 相当下がっていまして、直近の安値を若干ですね、今回下回ったんですよ。一瞬なんですけど。で、現状の日足の位置っていうのは、ここのですね、安値水準近辺まで今切り下がってきていますから、もしですね、このラインを下回ってくるようなことがあると、もしかしたらですね、債券市場全体の買い圧力、要は利回りの低下圧力につながる可能性、それが考えられますから、
ここに関しても皆さん注目しておいていただきたいんですよね。じゃあなんでこの2年もの国債の利回り、これに注目しなければいけないのかっていうと、それに関してはこちらのチャート見てほしいんですけど、これがですね、アメリカの30年もの国債の利回り、10年、5年、2年、それの合成チャートになるんですけど、通常ですね、債券の利回りっていうのはだいたい連動していますから、同じようなチャートパターン形成するはずなんですけど、ただこの2年もの国債の利回りだけ全く違う値動きを現状してるんですよ。まあ目先ですね、それだけ債券の利回りの低下の圧力、まあ要因が大きいということがもちろん影響してるんですけど、ただここに関しては FRB も注視してまして、これ以上ですね、債券の利回り、短期のものが下落してくるっていうことは、おそらくですね、あまり容認できないんじゃないかなっていうふうに思いますので、ここの動向、今後さらに下げてくるかどうかっていうところには皆さんですね、注目しておいていただきたいんですよね。で、さらに見ていただきたいのがドルインデックス、ドル指数の値動きになるんですけど、ここもですね、また今回上がってきていまして、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを今回組んできていますし、さらに現状ですね、ドルインデックス急騰した関係で、パラボリックに関しても日足の下の方に点灯しましたから、ここに関しても上昇トレンドを組んでるんですよ。なので現状ドルが買われてるっていうことなんですけど、で、ここで見ていただきたいのがユーロドル、ここの値動きになりまして、ここに関しても先ほどの動画で皆さんに状況解説させていただいたんですけど、そこからですね、またさらに値段の方が下がってきてるような状態なんですよ。で、下の MACD を見てもらうと、青のラインがオレンジライン、ここを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンド形成間近になっていますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても、日足との距離がまた接近してきていますから、ここに関しても下落トレンド形成間近になっているんですよね。で、なんでこのユーロドル、ここの値動きに注意しなければいけないのかっていうと、それはこちらのチャート見ていただきたいんですけど、これがですね、先ほどのニューヨークダウの日足チャートになりまして、下の相関係数、ここを見てほしいんですよ。で、これがですね、ニューヨークダウとユーロドル、それの相関性を表しているんですけど、これが1に近いほど、ニューヨークダウとユーロドルの相関性、それが高いっていうことを意味するんですよね。で、これを見てもらったらわかる通り、現状ですね、ユーロドルとニューヨークダウの相関性、これが今非常に高いので、このユーロドルが今後ですね、下げてきたら、おそらくなんですけれども、ニューヨークダウに関しても下落圧力につながる可能性、それが高くなっているような形なんですよね。なので、この動向に関しても皆さん注意しておいていただく必要がありますし、さらに見ていただきたいのは金先物、ここの値動きになるんですけど、現状ですね、ここに関しても先ほど一目均衡表の雲の影のラインですね、この緑のラインまで上がったんですけど、ドルインデックスが上がったことによって、この金の値段は下がってきてるんですよ。で、金とドルインデックスの間には逆相関、逆の値動きをする関係にありますので、それが影響して金の値段、それは下がってるんですけど、ただ現状ですね、下がってると言っても、そのパーセントはわずかなので、今後ですね、さらに上がってくるのか下がってくるのかっていうところ、そこには皆さん注目しておいてほしいんですよね。さらに見ていただきたいのが銅先物、ここの値動きになるんですけど、ここに関しても現状ですね、2% 以上下がってきてるんですよ。で、この銅の値動きっていうのは、世界の景気に影響されやすくて、景気が回復傾向だと上がっていく傾向にあるんですよ。まあ特にですね、中国の景気ですね、そこの影響を受けやすいんですけど、ただ今回ですね、この銅先物 2% 以上急落してるっていうことは、もしかしたらですね、今後景気が悪くなってくるかもしれないっていうサインかもわかりませんので、これが今後ですね、またさらに下げてくるかどうかっていうところは皆さん注目しておいていただきたいと思うんですよね。特にですね、下の MACD 見てもらうと、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを形成していますし、さらにですね、パラボリック、このドットチャートと日足の距離に関しても、だいぶですね、また近くなってきていますから、これからさらに下落してくると、ここに関しても下落トレンド取ってくる可能性が考えられるんですよ。ただ特にですね、注目しなければいけないのは下の MACD の値動きですね。これが今回騙しなのか、もしくはもっと鋭角に切り下がってくるかどうか、そこによってマーケット全体に及ぼす影響、それが変わってきますから、ここの値動きに関しても皆さんしっかりと把握しておいていただきたいんですよね。なので現状マーケットに関しては、今回のイギリスのコロナウイルスの変異体の件を受けまして、欧州の株式市場中心に急落していますし、さらにですね、アメリカの方のビックス指数、これも現状急騰していますので、これからですね、株式が下がってくる可能性、これがだいぶ高くなってきてるんですよ。なのでこれからのリスク管理に関してはもちろん徹底的にしておいていただきたいんですけど、ただ今晩ですね、米国株がどういうふうに動いてくるかによってまた状況変わるかもわかりませんので、また新しい情報入ってきたら皆さんの方に随時シェアさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回もですね、動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また皆さんのお役に立つような動画どんどん投稿していきたいと思っています。よろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。